大きいですね。で、軽いんですよね。そう、当たってるやつ。全然軽いです。使われていない。カメラ OK! 音 OK! やっちゃ OK! よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。本日12月31日、ゲーマンさんのですね、ツイッターを見ましてですね、福袋、フライング販売をしてますというわけでですね、情報を入手しまして、早速行ってきたわけでございます。そしてこちら、ゲーマンさんの福袋、買わせていただきました。種類が今回ですね、3000円と5000円ありまして、監督ね、5000円がいいんですけど、明日1日買うので今回3000円を購入させていただきました。ゲーマーズで初めて店舗行きました。結構大きいですね。で、軽いんですよね。持って帰ってくる時ですね、風が強かったんで、もうパッサ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 。では早速開けさせていただきたいと思います。監督が購入したのはですね、ゲーマーズの札幌店ですね。中身はですね、見れませんでした。こういう感じで見てもね、なんと袋に入ってんのかな、ちょっともうわからないので、ちょっと早速開けていきたいと思います。前回のですね、羅針盤を見てる方、コナーはやめてお願いします。コナーは本当にやめてください。はい、ということで早速開けていきたいと思います。あー、ドキドキする。ちなみにゲーマーズさん今回初なんで、この福袋が良ければですね、来年も購入したいと思います。頼むよ頼むよ。今年1年間で見たアニメはこちら。はい、めちゃくちゃ見ております。まあ、できればこの中に出てきてる作品が出てきてほしい。まずはちょっと手作りでね。はい、ね。はいはいはい。あ、なるほど。クリアファイルが入っていて、あとは、お？なんかでかいのが1個。これ数少ないぞ。でかいのぐらいいっちゃいますか。この箱何これ。ちょっとフィギュアは入ってないですね。ちなみにですね、こちらの服もですね、福袋動画ですね、開封しておりますので、興味がある方はぜひ見てください。パイナップルですね。じゃあ開けるよ。いくよ。じゃあ一番でかいやつ。なんか髪の超長っぴょろいやつ。はい、何？ラブライブシリーズ9周年アニバーサリーメモリアルグッズ2個とお揃いセット、ブレスレット、スクエア缶バッジ、 A さんのクリアポスターでございます。監督、ラブライブは見たことあるんですけども、まあ、正直ちょっと記憶が薄れていますので、とりあえず次行きましょう。じゃあ、このなんか布っぽいの、服？ハンカチ？ハンタオル。でん、はい、ガールズバンドパーティー、フェイスタオル、ハローハッピーワールド、ハイファイブ&アドベンチャー、スリル満点、近道よりもワクワクをゲット。なんとかバンドリですね。バンドリも有名なんですけども、見ておりませんね。次、数が相当少ないけど、どうする、クリアファイル先行っちゃうか。はい、プリンセスコネクトリダイブ。あ、これ見たいやつ、見てないけどすいません、名前がわかりません。次、でん、晩飯、バンド飯、晩飯、これは全く知りませんね。これはアニメ化されてるものなんでしょうかね。はい、次、クリアファイルがめっちゃあるんだよね。でん、幼馴染は絶対に負けないラブコメクリアファイル、こちらも知らない。まあ、でも名前は知ってる。多分来年見るかもしれません。次、まだクリアファイルがある。でん、晩飯、また来た、さっきのやつ、こちらのセットとなっておりますね。はい、というわけでクリアファイル編が終わりました。で、ちょっと待って、数少ねえぞこれ。なんか細かいものです。でん、ラブライブトラベルステッカー、こうですね、ご飯を貼ると。はい、次、でん、同じかい、海ちゃんですね。あ、これね、ラブライブ知ってる人は、あ、なんか硬いのがあるぞ。あ、なんかこの立体的なちっちゃい小物。でん、キャラクリア、ラブライブ。お、マキちゃん。いや、結構古いぞ、これ。ラブライブ、アクリルキーホルダー。次、やばいぞ。また次がですね、ちょっと立体的。これも多分アクリルスタンド系。でん、これはなんだ？あ、さっきのやつ。ガールズバンドパーティー、アクリルスタンドキーホルダー、ロディ。見てない。見てない。次。でん、おー、ブラインドシート。ファンタジア文庫、ミニ色紙コレクション。1パック440円。ライトノベでしょ？見てねえなー。まあ、開けるしかないよね。さあ、何が出てくる？では、いきます。と言っても、この時点で知ってる作品が一つもない。いきます。ドン！これは YouTube 的に、お、ハイスクール DD じゃん。はい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 。前回の福袋で出ましたね。知らないんですよね。次！また立体的な、さっきのやつのシリーズっぽいぞ。でん、あ、違う。ラブラブサンシャイン。ラブラブ、ラブラブ、ラブライブサンシャイン、デカキーホルダー。サンシャインは見たか、見たか、見たか。ラブライブのキーホルダー、次。ラストですか？ちょっと待って、早いよ、早いよ。あ、なんか薄い紙がもう一枚。でん。またこれか、このシリーズ。確かエリチって呼ばれたね。というわけでですね、こちら3つ来ました。次行きましょう。箱系が、同じサイズの箱が2個あるんで、ちょっとこの2個だけいっちゃいます。でん、でん、でん。ファミ通文庫、アクリルバッチコレクション、1個660円。とりあえずこれ開けていきたいと思います。でも俺開けたとしても全部知らないから反応にめちゃくちゃ困るんですけど。はい、まず1個目。はい、夏だね。スレイヤー、これどうやって使うの？私スレイヤーズですって。違うわ、申し訳ない、知らないです。次、はい、派遣聖剣、派遣光姫アルティーナ、2012ってまあまあ古いですね。そしてもうラスト、早いですね。ラスト、これも発見。でん、
ちらがまたガールバンだ、ガールズバンドパーティームゲットラバースラップ3というわけで、こちらも見ていないけども開ける、はい、この10個の中で当てる。今回出るのがです、黄色い髪の子、これで出ればバンバンザイ。さあどうだ、全青でした。評価はひな。というわけで終了でございます。全然アニメ力が使われていない。というわけでですね、今回ご紹介しましたのはゲーマーズさんの福袋3000円コースになっておりました。5000円コースはどんなものが入っているんでしょうか。ラブライブは見ていたにしろ5年6年前の記憶だから、ちょっとあんまりねやったっていう感じはしたかったんですけども、まあこういった内容になっております。この作品好きだなっていう方に関してはですね、当たりかもしれないし、前回も言ったのですが、まあ監督的な当たりはですね、正直どれもあまり知らないのでね、このねプリンセスコネクトはねもう見たかった作品だから、ちょっとこの機会にですね見ようと思います。ネットフリックスとアマゾンは契約してるんで、あればちょっと早速見たいと思います。これもね、何かの縁なので。そしてこの晩飯ね、絵柄的には、ね、結構好きだね。アニメがあったら見たいです。そしてこれね、これもアニメ見たいね。あとハイスクール DD もまあこれ見たいね。ガルバンが今回ですね3つ言ったので、これ見たいですね。ラブライブのバンド版っていうイメージなんですけども、あっておりますでしょうか。こちらもですね見ていきたいと思います。このチャンネルではですね、今現在福袋動画を大量投下中でございます。この後にもですね、アニメ系、フィギュア系の福袋をですね、ガンガン開けていきたいと思いますので、興味がある方はですね、今のうちにチャンネル登録をして、次の動画の更新をお待ちください。ではまた次の福袋動画で会いましょう。ではまた次の福袋動画、ちょっと下手に行って。はい、ではまた次の福袋動画で会いましょう。